ああ待って。めっちゃ勢いよくやっちゃった。はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好き、はるまりこと、はるきまりです。さあ、本日はですね、こちらファミコンのモアイくんというゲームで遊んでいきたいと思います。こちらはですね、1990年にコナミさんから出ているアクションパズルゲームなんですけれども、まあ、このね、モアイくん、それこそコナミさんの、シューティングの大人気ゲーム、ツインビーとか、グラディウスとかに、まあ、出てくる、お口からね、丸い輪っかみたいのを出すモアイ。あれがですね、なんと主人公になった、パズルゲームなんでございます。ただ、その、ツインビーとかね、グラディウスに出てくるような、なんて言うんだろう、結構いかつめの顔面ではなく、だいぶ可愛いキャラクターに、はい、なって、主人公に登場しているというようなものになっております。ちょっとね、今日はこちらで遊んでいきたいと思うんですけれども、ちょっとね、ポイントはあって、BGM がね、これちょっと聞いてほしいんですよ。BGM にちょっとこう注目していただきながらね、はい、遊んでいる様子をね、楽しんでいただけたらと思います。スタート。スタート。はい、ステージ1でございます。さあ。スタートです。今ステージ1で奇数面なんで、奇数面はね、この、焦点のテーマが流れるんです。でね、これは、基本的にこのピンクのね、モアイ?ピンクのモアイ名前なんて言うんだったかな?ブッチーだったかな?ブッチー?ブッチーを、取ってもいいので、だからこうやって進めるんですけど、ちょっとジャンプの苦手な私には結構怖いステージです。はい、ステージ1クリア。続いてステージ2でございます。はい。ステージ2。これ偶数のステージ。偶数のステージは、新喜劇のテーマが流れるんです。で、これを。ああ待って。めっちゃ勢いよくやっちゃった。ちょっと待って待って。横から押すと、あ、そうそう。ちょっとさっき勢いよくやりすぎたんで。よし。で、こうやってジャンプして乗っていくと。ちょっといきなりやらかしちゃったんでね。気をつけて。よいしょと。はい。音楽がね、思い出深い方も多いんじゃないでしょうか。わあ、危なかったステージ2クリアです。では、続いてステージ3です。もう一回死んじゃった。はい。まず、上のピンクモアイを取り、で、この子を助けて、こうかな。で、えい、いいでしょう。で、ちょっと怖いから、もう一回やって、よし、これでね、難なく、クリアです。あ、ちょっと緊張しちゃった。続いてステージ4でございます。さあ、新喜劇のテーマですね。まず、この爆弾を取って、これを破壊しよう。よし。で、こうすればもうスムーズにいけるよね、多分。いけるかな?いけるかな?待って待って。ちょっと考えながらやらせてね。で、怖い。よいしょ。まずこのブッチ助けて、下のを助け、いいのかな。下のブッチ助けたらさ、登れるかな。ねえ、ん、ちょっとその不安があるな。そうだよね、登れるかな。ちょっと待ってね。あ、なるほど。こ
こはいけそうだけど、どうしよう、とりあえずこのブッチを助けよう。よいしょ。で、あっ、ええー、悔しい、めっちゃ悔しい、めっちゃ考えてやってたのに、ちょっと、うわぁ、めっちゃショック。これは倒せないんだよね。うわ、めっちゃショックだった今、悲しい。とりあえずこれを、あ、わかった、ここだ、はい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 、理解した。あー、そしたらさ、ちょっと待って、私わかったかもしんない。いや、わかんないわ。ここを倒せば、こういうことか。あ、OK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 。これでもう全員倒せるわ。あ、危ない。あ、理解した。さっきのちょっと誤爆が辛かったな。これね、右のブッチーを、助けて、で、左に行って、いいね、音楽がいいですね。とてもとても頑張る気持ちになる。で、こうして落ちないように行けばクリア。やったー、意外に手こずっちゃったちなみにこのステージ、このゲームのね、ステージ数何個あるか知ってますか？56案じゃなかったかな。なので今日ちょっと全部はさすがに多分できないからよし、これはもうね、スムーズにステージ5はクリアしましたけど、ある程度のところまでちょっと頭を使って頑張っていこうと思います。わー、コウモリが嫌な感じ。ね、怖いね、怖い、非常に怖い。ジャンプ下手ジャンプ下手だな。ちょっと待ってよ。よっ、端っこから行こう。で、ここに一個ずらせば上に行けるから。で、コウモリ入ってくるの待って、吐かないんかい。吐いたね。でも頭突きしまくって、はい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 、よし。で、怖、気をつけて左に行く。ああ言って、びっくりしちゃった。慎重に行ったら落ちた。そのネジ落ちるシステムなのね。ああ、めっちゃびっくりした。すいません、いきなり大声出しちゃった。あ、危な、終わったんじゃないこれ。あー、めっちゃ下手。ちょっと待って、なんで動揺してる。さっき落ちたことにめちゃくちゃ動揺してんのよ。よいしょよいしょ。で、よいしょ、ここまで OK よ。で、ギリギリまで行って、今、よし、うまい。こっからよ。ジャンプ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 練習していくよ。ジャンプジャンプ、うまっ。ああ、しょいしょ、めちゃくちゃ緊張した今。もういいでしょ、ここで落ちない。やべ、復活すんのかあいつ。よしめちゃくちゃ面白いけど、めちゃくちゃ面白いけど、あの、やっぱグラディウスが出てくる前とは別人だよね。あ、わかったわかったわかった。まず頭突きしまくって、ブッチ助けて、で、えい、いいんじゃない。で、爆弾取って、怖い怖い。で、あ、やばい、来る、どうしようどうしようどうしよう。す
待って、ここで考えるから。これもう爆発、危なーくない。あ、こうだわ。で、いや、このジャンプ危ないよね。あ、待って。これ階段にしとかないと私帰れなくなっちゃうから。え、これさ、ジャンプいけると思う？ねえ、不安しかないんだけど。怖っ。でも、右側から、戻れないもんな。頼む！あ、悲しい。わかった。でももうね、一回やればもうわかりましたよ。よいしょ。まずこいつをやっつけて、落として、で、ちょっと待って、考えるから。落としたら、あ、こいつやっつけといた方がいいか。とりあえず、ちょっと邪魔だから。やっつけて、で、ここでこう、爆弾を使って、ん？こうか。で、階段作っといて、こっちから行けんのかな？怖っ！あっ！ダメじゃん。待って。わかったよ、私。ついにわかった。多分ジャンプ無理だから、岩を落とさないといけないんじゃないの、これ。ねえ。っていうことな気がしてきた。だから、まず、一回岩を落として、で、こいつ倒して、で、ここに、爆弾して、こうじゃない？よいしょ。よし。で、怖っ！ジャンプじゃん、また。頭ぶつけないかな？あ、助けられた。怖すぎる。たら、あ！よし。大声。で、ここに階段、あ、邪魔だな。作って、よし。いいね。ちょっとめっちゃ飛んでるけどね。なんで、もう死んだんじゃないの？めっちゃ飛んでくるんだが。あ、平に飛んでくんのこれ。どうしよう。うまくいけるかな。いけた！危なー！はぁ。さあ、ステージ8ですね。なるほど。ブッチを倒して、ここを爆弾で倒す、ボーンってやって、あ、ここのジャンプが怖いんよな。待って。あの岩邪魔だな。あの岩すごく邪魔だな。行ってみる？飛べるかな？あ、行けたわ。よし！じゃあ、スムーズ。さあ、ステージ9でございます。いっぱいいるじゃん。助けなきゃいけない人。むず。順番に行けばね、こういうのはいけるのよ、きっと。とりあえず、端っこから助けよう。で、怖いなぁ。もう頭突きしまくって。よし。ん？もう全部崩せばいいか。よし。怖いね。めっちゃ怖いよ、これ。よしよしよし。いいよ。
降りてくる？降りてこないのか。オッケー。怖い。よし。順調に救出してるよ。よいしょ。上からの順番を崩すと多分終わるから、上から順番に助けるっていうことさえ守れば、いけるはず。やば！落ちてくる。怖っ。で、怖いから、もう確実に壊して、降りて、やばい。よいしょ。やば、あいつ攻撃仕掛けてくんな。よいしょ。死なないでよ、もう一個危ない！敵とニアミス。で、あいつ倒そう。あいつを倒そう。頭突き！よし。最高の頭突きをしたわ。あ、ここは取れないのか。やばい、あいつ落ちてくるな。よし、いいよ。常にもうヘドバンしてれば、クリアできるから。はぁ、あ、危ない。ステージ10まで来ましたよ。いや、難しそう。ちょっと待ってね。どうすればいいんだろうな。まず、これで、潰しちゃいたいな、あの敵を。あ！潰せなかった。残念すぎる。めっちゃ邪魔なとこに置いちゃった。あれ？倒せてないね。まあ、いっか。あれ？すごい、なんかすごいことが起きているよ。だよね。そう思った。ねえ、ちょっと待って、もう一回やる。とりあえず、これで、いや、うまい！めっちゃうまかった、今の見た？素晴らしい。これで、この子を助けよう。よし。で、あれ？どうしようかな。やば！これ最後にこの子を助けない方がよかった？とりあえず今ここの、これでいいかな。なんか順番ミスってる感じするよね。まあしょうがないか。とりあえず。でもさ、ちょっと待ってね。これ渡れるかな？渡れない。行け！よし、いいよ。で、あ、そっか。持ってなかったわ。で、するけど、やばい！怖い！急に出現する。これを落としとかないといけなくて、ん？これ一個で足りる？足りないよね。登れないよね。あ、登れんのかな。すごい、登れなさそうなんだけど。ん？むずい。頭めっちゃ使う。もう一個必要じゃない？岩。そんなことない？いや、もう一個必要って言うたって持ってこれないから。あ、だよね。もう終わったんじゃない？これ。あ、終わってない。いけたー！あとは、どうゴールするかだ。ちょっと待って。一応爆弾持って、あ、ちょっと待ってね。めっちゃ今頭使ってるからね。この石をさ、ここに落とせば、登れない。終わった。これでいけない。落ちたりしない？自爆したの？いや、惜しい。
惜しかったな。無駄なことしたな、多分。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って。最後にこの子を助ければいいのにさ、いつも最初に助けちゃうんだよね。でも、いけそうだったよね。悔しいな。ちょっと待ってね。こうして倒すっていうか助ける。あれ、さっきどうやって登ったんだったっけ。なんか登れたんだよね、うっかり。さっきどうやって登った。私、あ、こうか。ねえ、いい、怖いよ。最後よね、ゴールまで。こっからスムーズに降りればいけるかな。いや、ここに岩が欲しい。あ、分かった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 、こうじゃん。あ、これで降りれる。やったー、やったー、嬉しい。はい、ということで本日はモアイくん、ステージ10のクリアまでちょっと遊んでみましたが、いかがだったでしょうか。なんかこうね、キャラクターすごいコミカルなんですけど、意外とちゃんとした、パズルゲームでね、非常に楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので、ぜひね、興味ある方は、買って遊んでみていただけたら嬉しいです。ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。